おはようございます。12時半ですね。今日ね、朝一回早く起きたんですけど、そのまま寝ちゃいました。なんつっても今日一日雨なんですよ。だからやっぱ雨の日は寝た方がいいんですよ。だから多分また昼寝もします。しかも雨だから多分今日何もやんないし、はい。でもとりあえず起きます。とりあえずもうね、2時になっちゃいました。ゆっくりしすぎて。まあいいっすね、今日はゆっくりします。で、今とりあえずパスタ用のお湯を沸かしてるんですけど、この玉ねぎさ、見てよ。昨日さ、鶏肉のあの油こんなにあったんですね。油がめっちゃ固まってる。どうしよう。まあでもあえてこれを温めて使うことで、そのオリーブオイルなしで作ります。今日はパスタをどう作ろうかね。ちょっとまあ考えながら作っていきます。はい、完成しました。パスタです。今日はね、玉ねぎをメインにした玉ねぎズッキーニパスタですね。で、卵を目玉焼きを入れて砕いて入れて、で上にアボカドをトッピングした感じで超うまいっす。てかさ、今日結構麺少なめに茹でたんですけど、さらに盛るとこんなあるんですね。いつもフライパンで食ってるから量わかんないけど結構多いわ。まあいただきます。めんどくさいけどね、ちょっとさらによそってみました。もう今夜7時になっちゃいました。今日ね、マジでやる気が出ねえわ。まだ今日トイックも解いてないし、エントリーシートも出してないし、しかも今日さ、11時までにさ、録画面接とかやんないといけないんですよ。録画面接とエントリーシート無理だよ、無理っす。でもとりあえず今からパパッとやって、飯食って、今日夜11時からインタビューじゃねえや、面接もあるんで、それやって、まあ今日は終わりかな。ちょっと今日は生産性のない日になっちゃったけど、まあしゃあないっすね。とりあえず今から頑張ります。はい、ということで見てください、こちらが録画面接モードですね。こんな感じで、ね、根元が髪の毛暗いんで、この先端を後ろに流せばあんまり金髪ってことがバレないんですよ、多分。はい、で後ろは髪縛ってますね。こんな感じで後ろだけ縛って、後ろ髪見てないようにして、まあ、この辺はちょっと、まあ、ワックスで軽くやって、こんな感じですね。服装自由なんで、ちょっと黒いトレーナー着て、受けたいと思います。はい、とりあえずギリ終わったわ。とりあえずギリ終わったけど、普通にね、結構しんどかったな。いや、しんどいっていうかね、録画面接ね、やっぱ苦手っていうかね、いや、苦手っすね。だってほぼさ、もうあれなんか暗記みたいなもんじゃないですか。だから、まあ多分数こなせば多分良くなるけど、それめんどくさいなって。しかも、あれ多分普通に言われることとか大体考えとかないとさ、普通にきついなと思いました。とりあえず今もう10時になっちゃったんで、どうしよう。今日ね、11時からインターンあるんですよね。だからトイック受けれないな。今日トイック受けれないけど、まあ仕方ないか。いいとするか、今日は。とりあえず飯食って11時から面接受けて寝ようかなと思います。まあワンチャンその後トイック受けようかな。どうしよう。ちょっと考え中です。まあとりあえず終わってよかったわ。今日は時間もないから夜ご飯パパッと作ってます。大量のこのインゲン豆も、残ってたインゲン豆全部と、小松菜とインスタント麺と卵とロブスターボールを入れて煮込んでます。はい、そんな感じです。このインスタントヌードルさ、1個だけ余っててさ、それを入れてます。こいつね、結構食ったな。最近はもう食ってないけど、意外とうまいんすよね。これね、チーズがトッピングだったら最高なんですけど、トッピングで今なんかいいものがないっすね。ペロリと食っちゃいました。今日昼パスタも食ったのに超腹減ってさ、フィリピンのタロイモのなんか中にさ、クリームチーズが入ってるあれもさ、4個食べてもなくなっちゃってさ、食べるもんないからバナナ食います。うん、やばいわ。なんか今ポテチとか食いたい気分、なんか食いたい。ご飯じゃないなんか食いたい。やばいね。ま
まあでもドラマとか閉まってるしな、もう。どっかコンビニとかが空いてるかもしれないけど。こっちのコンビニってさ、もうポテチとかマジで高いんだよ。5ドルぐらいするからさ、さすがに買う気うせる。500円はやばいでしょ。500円でデブになるのを買うってアホやな。はい、ということで、あと30分ぐらいで面接始まるんで、まあこれはね、面接っていうかもうインターン決まってるんですけど、来週ぐらいに。だけどそのためのなんか事前面談みたいな感じっすね。はいはい、ということでただいま終わりました。今、12時になりましたね。12時になってとりあえず終わりましたって話です。まあこれはね、あの来週末にある16、17の週末に2日間インターンがあるんですけど、それの事前説明でした。でもね、16、17ね、キャンプ行くって話してるんですよね、友達と。だからまあ多分インターン出ない可能性高いっすね。まあっていうのも、あのなじいちゃんとばあちゃんに怒られないために言っとくけど、あのこれをあのこの企業はね、もう全然あのもう受かっても絶対行かない、絶対行かないところだから、まあ行く意味はないんだけど、まあさ、普通に何も予定なくて暇だったら行こうかなと思ってた、まあインターンなんで、まああの予定あったら行かないか、まあワンチャン予定変更してもらおうかなって考えてます。だってさ、もうそのさ、インターンからブラックの匂いがプンプンするんですよ。朝10時から夜7時までってさ、おかしいでしょ絶対。何時間 ?7、8、9時間だよね。インターンで9時間ってさ、いやわかんない、まあ普通なんだとかもしんないですけど、まあそこの会社の評判とか調べるとね、すげえブラックとか出てくるんで、まああの入る気はないんですけど、はい、まあそんな感じですね。まあでもエントリーシート、グループディスカッション、個人面接って3回こう過程が通ったっていう、この過程が一番大事だったんで、この過程をなんかやるためにほぼ申し込んでたんで、で、まあ、今日の面談ももう4回終わってるんで、そのこの過程が目標だったんで、実際のインターンシップは別にいいんですよ、興味ないから。まあだからキャンプ行かなくなったり、もし暇だったら出ようかなって感じです。とりあえずどうしようかな、トイック受けようかな、寝るか迷うな、トイック受けるか、はい、ちょっとトイック受けたいと思います。土曜日まで毎日1回受けるって言っちゃったしね、受けます。はい、とりあえず終わりました。終わって1問だけ解き終わんなかったっす、時間が。今日のやついつもよりちょっと難しかった気がする。うん、それか夜で集中力がなかったのかわかんないですけど、まあでも点数は420点だったんでいいっすね。これが本番で取れればマジいい。前回の本番の時より70点高いですからね、これでも。まあでもね、なんか同じぐらいの、なんかもうちょっとむずい気がするんだよな。本番の時本当に難しくて、全然なんか歯が立たなかったの覚えてるから、なんかそれが嫌ですね。まなんかトイックと同じ問題を練習したいなと思ってるけど、まあ今回で本当にまた難しかったら、まあまた問題を新しく買って次の機会にやるしかないっすね。今日はね、でも文法3個しかあのミスんなかったっすね。もうその代わりになんか並び替えのところでね、一気に7個もミスっちゃったからもったいない。それ合ってればな、450点だったのに。まあいいや、ちょっと軽くだけ見直しして、まあ、続きは明日やります。もう3時過ぎたんでね。はい、ちょっともう眠くて寝ようと思ったんですけど、あのね、明日の日本時間の7月の6日の、あの夜までに、あの締め切りのインターンが、あのエントリーシート1個あって、あとウェブ、あの適性検査、ウェブテストで、それそこ結構いい会社だから出したいんですよね。なんで今からやろうと思います。はい、今からやってテストも受けてから寝ようと思います。まあ明日起きてからやるでもいいんですけど、あの朝の11時までにやんないといけないんですよ。 だったら今やって、まあ、朝6時ぐらいに多分寝れると思うんで、6時ぐらい寝て昼起きて、まあ、明日を開始しようかなって。明日はスケボーする予定ですね。スケボーして帰ってきて勉強してって感じかな。そんな感じですね。まあ、なんでとりあえずちょっとさっさとエントリーシート書いていきたいと思います。
ああ、ようやく終わりました。待って、3時だったよね、あの時。結局4時間もかかっちゃったわ。4、5、6、もう7時です。朝7時になります。待って、やっぱ時間ってかかるんだな。時間ってね、思ったよりかかっちゃうんですよね。マジ眠いっす。ってことで、今から寝ます。おやすみ。もう超腹減ったけど。寝ます。おやすみ。